メウルトラマンウルトラジオ。ウルトラジオをお聞きの皆さんに1週間ぶりですね。ジュア、パーソナリティの早田慎二郎役、ウルトラ声優木村良平です。そしてウルトラジオお楽しみの皆さん、今回もよろしくお願いします。ジュア、もう一人のパーソナリティの北斗星司役、ウルトラ声優半めぐみです。あ、どうしたどうしたどうしたんですか。ウルトラ感薄まっちゃいました。え、ちょっと今ね、なんか結構遅い時間なんで、はい、だんだん目があとちょっとだ、めぐ、あとちょっと、うん、あと今日は元気出る子も来てくれてるから。いや、もうマジで元気出る、ありがとう本当に、はい、さあ、ウルトラジオ第3回の話題に反応してくれた方がいらっしゃったので、オープニングはまずメールの紹介からしていきたいと思います、はい、ウルトラネームライボーさん、ありがとう、ありがとう、皆さん、ウルニチワ、ウルニチワ。第3回の放送を拝聴しました。話されていたトラウマになったウルトラマンの話ですが、あの桜彩音がね、ゲストで来てくれた、言ってた、彼女にとってのトラウマになった回が思い出せないっていう話だったよね、帰ってきたウルトラマン第37話、ウルトラマン夕日に死すではないでしょうか。怪獣ブラックキングとナックル星人に倒され、力尽きたウルトラマンは宇宙船に捕らえられて宇宙の果てへ連れて行かれる話です。そしてこの話でウルトラマンに変身する郷秀樹にとって大切な人がナックル星人によって、なかなかショッキングな話だと思うのですが、どうでしょうか。間違っていたらごめんなさい。それではシュワッチということでね。あ、そうかもしれない。いや、これはちょっとあやね本人にね確認したいと思います。確認したいね。これだいぶショッキングな話だったと思いますんで。そうだよね、うんうん、ちょっと、これぜひぜひ後で確認しておきたいと思います。ありがとうございます。ありがとう、わざわざ頼りがいがある、みんな。さあ、こんな感じでこの番組では皆さんからのメールを紹介するとともにウルトラトークが進行していきますので、ぜひ投稿お願いします。さて、このウルトラジオはアニメウルトラマンについて、私たちウルトラパーソナリティがウルトラリスナーの皆さんと語っていく光の国からお届けするラジオです。今回はゲストの方もいらっしゃいます。この後すぐ登場していただきます。ウルトラお楽しみに。それではそろそろ始めていきましょう。アニメウルトラマンウルトラジオ第5回、じゃん。アニメウルトラマンウルトラジオ、この番組はウルトラマン制作委員会の提供でお送りいたします。前回の前野智明さんに続いて、今回もゲストの方をお迎えしております。この方です。自己紹介お願いします。ウルトラジオをお聞きの皆さん、はじめまして、さゆまれの役の諸星すみれです。待ってました。よろしくお願いします。え、良平兄さんとすみれちゃんはラジオでお話しするのって初めてですか？何度かあります？ね、初めてかもしれない。初めてかも。あ、確かに。本当に？わ、なんか嬉しい機会に立ち会っちゃったな。で、実はそんなにね、いっぱいいっぱい共演してるってわけでもないよね。そうですね。あ、本当ですか？あ、うん、そうなんだ。じゃあやっぱりひまわりさんのこう、なんて言うんでしょう、ファミリー感っていうか、すごいこう、うん、共演されてるイメージが勝手にありました。まあね、ただその、なんていうの、マネージャーを通すと、すごい、スーちゃんがね、スーちゃんがねって言って、何でもかんでも報告が届くわけよ。もう親戚というか家族だわ。写真とか動画とか送られてくるから ね、俺のスマホはね、スーちゃんの写真とか動画でパンパンになるわけさ。本当に恥ずかしい。やめてほしい。私が知らない間に恥ずかしい写真がこう、いや、絶対木村さんに流れていっている。いやいやいや、そういうことがあるとなんかすごい近く感じてしまうやん、うんうん、なるほどね。で、ところでさ、ちょっといい、うん、一個なんか俺すごい不満なことがあるんだけど。不満、諸星さんはウルトラ声優です。ん、そうだ、確かに。あ、諸星さんはね、ウルトラ声優なんですよ。もうウルトラマンかどうかとか関係ねえよ、ウルトラ声優です。確かに、あの、このラジオさっきも冒頭でも私たちウルトラ声優のとかって言ってたでしょ、はいはいはい、あれはもうウルトラマンになる人がウルトラ声優っていう一応設定ではあるんだけど、うんうん、もうすみれちゃんもウルトラ声優と言っていいんではないかと。まあ原作の流れもありますが、でもウルトラでしょ、やっぱりもうそもそもがねウルトラだから。じゃあちょっといいんですか、はい、ウルトラ声優としてぜひ。ウルトラ声優でやっていきたいと思います。ウルトラだわ。全部が今日全部癒されていく。あれメグとスーちゃんは長いの？私デビュー当初の作品で共演してて、
その時すみれちゃん小学生だったんですよ。そうですね。それはもうだって13年前とか、うん、そうそうそう、多分そのシリーズは13年前で、私がいたタイミングで多分10年前だと思うから、うん、まあ、その時にお仕事されてたんで、もうウルトラ声優様様です。いやいや、そんなことはないんですね。先輩なんです。やめてください。すみれちゃんって呼んじゃってます。もちろん嬉しいです。いや、うふふふ、嬉しいってやった。はあ、ということでね、コーナーもありますんで、早速行ってみたいと思いますよ。ゲストの諸星さんとこのコーナー行ってみましょう。カラータイマートーク。こちらはキャラクターについて語るカラータイマートークでございます。今から諸星さんが演じる佐山玲奈について3分語っていただきたいと思います。心の準備はよろしいですか？はい。かわいい。もう3分以上。ちょっとね、不安なんですよ。不安なの？もう3分以上あげちゃえ。いやー、できるかな、ちゃんと。本当に。じゃあ、私、質問させていただきたいと思いますよ。お願いします。はい、まず1問目。初めて佐山玲奈の設定を知った時の第一印象を教えてください。いや、なんか、ウルトラマンに女の子がいるイメージがあんまなかったんで、確かに表面的な。メインでね、変身するのは男の人が多いもんね。いるんだっていうような感じでした。うん、なるほどね。はい。じゃあ、役に決まった時の感想は？嬉しかったです。かわいい。じゃあ、続けていくよ、どんどん。はい。アフレコしていて変わっていった部分はありますか？いや、まあ当たり前ですけど、こう、やっぱ自分に馴染んでいったなっていうか、うんうん、キャラとしてもこう、偽りがなくなったから。あ、どんどんね。そう、やりやすくなりました。うん、なるほど。佐山玲奈というキャラクターの気になるところ、そして気に入っているところは？な、全然変装がうまくならないのはなんでだろうなって。確かに気になるんだよな。する気あんのかなって感じ。ないかもしれないね。まあ、じゃあ気に入っているところは？でもそういうちょっと抜けてるところ、好きですね、うん、なんか割とこう、ね、が強いところもあるんですけど、うんうんうん、それでもやっぱりホワホワが見えると癒されます。なるほど。今でも覚えているディレクションの内容は？あんまり覚えてないんですよね。むしろディレクションされたところとかある？なんか結構みんなね、うん、そんなになんかお任せな感じだったりもするもんね。そうですね、細かく言われた記憶がないですね、ざっくり、うんうんうん、じゃあざっくりないというところで、続けて、打ち合わせや休憩などではどんなお話していますか？これシーズン1でも2でもどっちでもいいよ。私シーズン1の時すごい遅れていつも入ってたから。そうだよね、だって別撮りが多くてあんまり喋ったこともないんですよね。そうだ、それもそうだ、ね、みんなよく飲みに行ってたっておっしゃってたから、うんうん、いつか私も参加できたらなって思ってたんですけど、うん、あ、でもあれだ、ワールドプレミアムの時にね、飲んでお話ししたりする機会あったよね。 あそうですね、お店でみんなで初めて飲めた機会、はい、嬉しかったですね、ありましたな。ほんほん、うん、続きまして、我ながらよくできたと感じたシーンはどこですか？我ながらよくできたなんて思えないですよね。なんかその時は精一杯ですけど。そうだね。もうね、なんか見返すとやっぱりもうちょっとこここうしたらよかったなって思うことばっかりで、うんうん、あんまりないです。うん、わかりました。あと40秒。はい。じゃあ掛け合いをしていて楽しかったキャラシーンはどこですか？進次郎くん。うん、だよね。うん、うん、深掘りしていきましょう。自分以外でお気に入りのキャラクターは誰ですか？女性キャラ好きですね。シーズン2とか、あ、マーヤちゃんとか、ね、出てきたりさんとかしてますもんね。好きです。うんうん。じゃあ最後に、レナのキャラクターグッズが出せるとしたらどんなもの？欲しいですか？いっぱいあるんですけど、うん、なんかでもレナのライブグッズとかリアルに欲しいですね。レナ専用のサイリウムグッズとかね。そう、サイリウムとかなんか T シャツとかタオルとか。あ、いいね、いいね。そうなったら、で、いつかなんか実際にライブとかできたらいいなって思って。歌ってくれるんですか？いい、歌は歌えますけど。はい。わ、でもいい感じで3分を迎えました。ということで、カラータイマートーク終了ということで、深掘りしていきたいと思いますよ。うん、うん、うん。やっぱり掛け合ってて楽しかったキャラクター進次郎くんですか？そうですね、やっぱ一番多かったですし、うんうん、そうだよね、はい、そもそもね、そう、シーズン1も2もどっちかっていうとね、進次郎くんとのシーンのみじゃなかったかね。あんまり掛け合いするキャラクター多くないんで、れんなちゃんは。そうだね、確かにね、進次郎を通じてるとこあるもんね。え、もう、まず、木村さんと同い年の役ができるなんて思ってなかったから。新鮮でした、すごい、やっぱり。そっか。うん、確かに。掛け合ってて、良平さんどうでした？いやー、まあ、その、
スーちゃんの芝居はまあもちろん知らないわけじゃないけど、佐山玲奈の時にどう来るかなみたいなのはあったじゃない。で特にこうどちらかというとこっちがドギマギする側だからね。そうですね。うん。どうドギマギさせてくるかなっていうのは毎回やっぱ楽しみではあったよね。ああでもやっぱりこの配信のイベントでも紹介してたんですけど、やっぱあのなんつうんですか、あのそのままの君でいてねのシーンすごいいいですね。嬉しい。あのシーンすごい好きですね。いやでもやっぱり、まあ、演出も込みでね。あそうだ、神山さんもこのシーン大好きって言ってた。嬉しい。うん、うん。いや、いいシーンもいっぱいありましたけども。兄さん、なんか深掘りしたいところありました？今、質問してて。あれさ、思わないの？すーちゃん、自分でさ、オンエアチェックしてるときに。私、やっぱ天才だわ。思ったことないですよ。本当？木村さんくらいじゃないですか。いや、俺のこと言ってないじゃん、別にね。メグなんて毎回だよ。え？メグなんて自分の出てるシーン見るたびにも、私だなぁって言ってるよ。いやいやいや、まさかだろ、なんだこの感じは。思ったことないっすよ、やっぱり。へぇ、お二人でもそうなんですか？うん、そうかも。なんかやっぱり、うん、思うところはいろいろあるかもね。うん。でもその時の精一杯なんで、もちろん全力だしね。そうなんです。そうなんですけど、やっぱ改めてなんか見返してみると、もっとなんかこうした方が良かったんじゃないかっていうのばっかり。何年経っても自分の声だけ浮いて聞こえますね、なんか。ああ、ええ。なるほどな、でもなんか。そう、じゃあ、常に気になっちゃうんだ。自分の声の芝居が。いや、常に気になっちゃいます。私、そう。そうなんだ。そうですね。でもその感覚ちょっとわかるかも。気になっちゃうし、なんかちょっと浮いて聞こえるみたいなのも、なんとなく感覚的に自分の声だからそう聞こえるのかもわかんないんだけど、そういう瞬間ちょっと生まれちゃったりするね。しかも今回そのモーションキャプチャーのアクターさんに合わせるお芝居だったから、余計なんか難しくて、ずっと今までやってきた普通のアニメとも吹き替えともなんか違うこの感じ。あーね、そうだね。だって同じこうさ、シーンをさ、日本語で演じててさ、間とかもまたさ、ちょっとアニメの感じともまたちょっと違う、実写に近いじゃない、どっちかっていうと。それは確かにあるかもしれないね。なるほどな。あ、あと、気になってるところ。変装がいつまでも上達しない。シーズン1でも散々でしたけど、シーズン2でも何にも変わってない。帽子とメガネだけっていう。そうだね。いつも帽子とメガネだもんね。ね、なんかあんまそういうの気にしないタイプの子なんだなって。いや、逆に好感持てる、ね。堂々たる街の歩きっぷりだもんね。いや、そうですね。みんなわかっちゃう。しかも誰も、でも誰も気づいてないんですよね。今のところ。なんならまあ、新次郎くんがシーズン1で街中で、あれ、さやもレナじゃねって助けに入ったとこかな。そうですね。新次郎くんいつも気づいてくれてわ、いい。そうなんです。そういうのいい。そういうの聞きたい。大好きなんです。好きだもんな。気になるキャラクターやっぱ女の子なんだ。女の子。そうですね。まあやちゃん、最初見たときは結構、悪い子なのかと思ったけど、どん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 可愛さがこう見えてきて、好きですし、ね、泉さんのあの最初のパチンのビンタもあったね。すごい強烈だよね。強烈だよね。出会い頭でね。そうですね。女性キャラ好きです。あ、でもやっぱりあのキャラクターグッズね、実現できそうな範囲ですごく。そう、なんかさっき言われて言ったら作ってもらえるみたいな。本当っすか？そう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 。え、すごい許容あれすごい本当っすか？作ってもらえる、作ってもらえる、大丈夫だよ。言っといた方がいいよ。うん、あ、じゃあ、うん、言っといた方がいい。本当です。あ、丸々出してる。OK、丸々外で出してる。楽しみ。あ、実現しそうだね。あ、じゃあ、ファイナルシーズンに向けてちょっと。濃厚に打ち合わせお願いします。お願いします。佐山玲奈のライブ衣装もじゃあ作っといたらスーちゃん来てくれるかもしれないよ。あ、私はやらないです。声だけで声だけで映像とかでなんか、あ、じゃあこうね、こう今こう今あるじゃないですか、最新の技術でね、ホログラムとかでね、玲奈ちゃん再現して的なね、はいはいはい、はい。ああ、ね、そういう機会がね、ファイナルシーズン。実際やったもんな、俺たちシーズン1の時、あのライブのシーン。なんつうんでしょう、コールというか、お客さんのガヤというかね。あれ、超楽しかったですよ。そっか、撮り終わって聞きながら、聞きながら、そっかそっかそっか。やってて。なんか、ガヤってか、キャストの中にね、プロのアイドルファンがいてね。
誰だったかな。どうやってやるんですかって教わりながら、どういう風に盛り上げるもんですかって、みんなで汗かきかき全力でやったよな。すごいすごい分厚い分厚い声だったよね、うん、本当にね、本当すごかった。そんな思い出もありましたな、うんうんうん、懐かしいな。ということでいろいろ深掘りしてもらいましたけども、この辺で以上カラータイムアトークでした。さてね、ここからはリスナーの皆さんから普通のお便りをご紹介していきたいと思います。たくさんのお便りより、そして長文のメールを頂戴しているため、時間の関係上同じ話題は代表として1通または一部抜粋してご紹介する場合がございます。あらかじめご了承ください。ではここからはゲストの諸星すみれさん宛てのお便り、そしてネットフリックスに配信中のアニメウルトラマンシーズン2の感想メールご紹介します。1通目、ウルトラネームカール、ありがとう。木村さん、ハンさん、そしてゲストのスーちゃんこと諸星すみれさん、こんにちしゅわっち。こんにちしゅわっち。スーちゃんをはじめ宮本ゆめちゃん、和歌山しおんちゃんとひまわり女子勢はつぶらやヒロイン率が高いですよね。ウルトラマンとグリッドマンは兄弟作品と言っても過言ではないと思うので、いつかひまわり女子会みたいな夢のコラボ企画が実現したらいいなと妄想しております、ところでスーちゃんに質問なのですが、佐山玲奈役はオーディションで決まったのでしょうか。オーディションやアフレコの時の裏エピソードなどあればぜひ聞かせてくださいということで。まずひまわりが、あ、そうかそうか、つぶらやさんにお世話になっとると。確かにたくさん、本当だね、メインのヒロインで皆さんいらっしゃる。これちょうど今日私ゆめちゃんと LINE してて、ひまわり女子会しようよって話をしてたんですよ。おタイムリーと思って。超タイムリーじゃん、実現しそうだね。ちょっと、みんなで集めて一回ご飯とか、ちょっとそれ動画、回させてもらおうか。これでラジオ撮らせてくださいですよ。スタッフさんが言って、確かに特別会としてね、ちょっと特別会、うん、でも本当企画実現したらいいですね。みんなでラジオしたいです。あ、そういう、はい、みんな大人は何でも受けてくれる、わかりましたと、はい、優しい。いやでも受けるよね、その3人とかでラジオで1本撮ったら面白いよね。面白いと思う、素敵な夢企画だわ、やりたい。カールさん、ありがとう。さあそして、どう覚えてる、オーディションとか。オーディションはテープオーディションでした、私、うんうん、であの自分の部屋で撮って送って、でスタジオオーディションがなかったので、なんか決まった時もちょっと最初はなんか、あ、信じられないみたいな感じでした。ああ、そうだったんだ。あんま実感なかったですけど、うん、ね、びっくりしました。どういうシーンがあったとか覚えてる？どういうシーンあったかな。でもあの、私ウルトラマン嫌いですみたいなシーンがあったかな。ああね、やっぱり初めね、そこからだったもんね、レナはね。そう、そのお母さんの話とか、うんうん、であとやっぱりそのアイドルの時のレナと普通の時のレナと、そのギャップをこう見せて欲しいのかなっていうような、なんかシーンの抜粋がありましたね。そう、設定にもやっぱりそういうギャップが結構強い女の子で、いろいろ複雑なところがあるみたいな書いてあったんで、まあ私としては結構等身大の女の子でしたけど、まあ癖が強いなって思ってます。本当に、はい、そっか、うん、そんなね、レナについて、一気で好きなシーンをね、今日感想で送ってきてくれてる人がいるのでご紹介させてください。はい。ウルトラネーム、さくらさんからいただきました。ありがとう。すいません。私がシーズン1で印象に残っているのは、11話の進次郎とレナのシーンです。うっかり正体がバレてしまい、進次郎がレナの手のひらで転がされている場面も可愛らしくて好きですが、特に別れ際の直接明言はしていないけれど、ウルトラマンである進次郎に感謝を伝えるレナと、それを聞いた進次郎の決意が見られる場面にはグッときました。タイトルにもなっている、ずっとそのままの君でいてねというセリフも大好きです。シーズン2でも進次郎とレナの展開が見られるのを楽しみにしています、というお便りいただきました。ありがとうございます。うん、やっぱみんな大好きだ、そこ。わあ、好きだ。いやー、緊張しました、このシーンは。なんかそうか、もう去り際のもう、うん、レナとしては最後のセリフぐらいな感覚だったので。あー、そっかそっか、うん、でね、だって旅立ってっちゃうっていうところだったもんね。そうですね、うんうんうん、だからドキドキでした。ドキドキだったって兄さん。いやー、ドキドキでしたよ。いやでもなんかいいよね、あのね、若い、こう青臭い一生懸命な男の子が
ちょっとやっぱり精神的に上の女の子にうまいことこうやられてる感じってのはいいよね。可愛いし、あ、可愛い、微笑ましいし、しかもなんかロマンチックだなって思ったのが、あのそのレナの返事に、あの言葉に対して進次郎が電話を通さずに、はい頑張りますって言ってるのがすごいロマンチックで好きなの。絶対伝わってるじゃん、レナには。はいはい、そう、ああいうロマンチックなシーンはいいですね。レナは本当になんか言われたら進次郎はきっとこういう風に感じるだろうなってのもある程度ね、きっと分かって言ってる、大人だな。いやそうなんです、どん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 大人になってちゃうから私がついていけない。私こんなになんか転がせない。でもね、転がされてたよみんな。まんまと転がされたわ。さてさて、じゃあ次のシーン行きましょうか。はい、次のメール行きましょうか。ウルトラネームサオリ、ありがとう、ありがとう、リョウザンメグちゃん、それからゲストのスーちゃんこと諸星すみれちゃん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、ラジオ出演心待ちにしておりました。うん、ウルトラマンといえばかっこいい戦闘シーンにも注目したいところですが、気になるのは進次郎とレナの恋愛模様。第1シーズンに引き続き新シーズンも憧れの女の子に振り回されっぱなしでタジタジの進次郎と、手のひらでコロコロと男の子を転がす可愛いレナ、私はこの2人の関係がものすごく気に入っております。まだまだ異性に対してウブな進次郎だけど、ついに第2シーズンのラストでまさかのレナちゃんからキキ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 ス、よかったね進次郎。だ大胆だねレナちゃん、どこでそんな必殺技を覚えたの。必殺技、次第に距離が縮まるこのキュートな二人が今後どうなってしまうのか、恋の行方がめちゃくちゃ楽しみです。一体どうなるの。熱いですね。いいですね、しかもその熱量をそのまま伝えてくれる両辺兄さん、贅沢。わかるよわかるよっていう。そんな必殺技どこで覚えたのっていうのが上手すぎる、ね、びっくりした。私だってシーズン2なんて最初わからないうちに消されちゃって。そうだよね、気づいたらまた出てきて、うんうん、で最後チューだけしてなんか去っていくって、なんかもう意味わかんない。何がどうなってんのか全然わかんないって感じだったんですけど、うんうん、でもねやっぱり進次郎くんがどうにかしてくれたっていうのだけで、ね、うんうん、やっぱ直感でわかってて そういうところもいいシーンでしたけど、どうなると思うかね、本当に、ね、だって、まあ、あんな必殺技だって進次郎にはどんな、ね、怪獣の攻撃より効くわけだからね。聞いちゃってましたしね。聞いちゃってたね。いやアニメとかでよくさ、ああいう嬉しいことがあってヤッホーってなるシーンがあるけど、そのヤッホーでそのまま飛んでくからね。いやいやいや、他の目気にしてくれ本当に。でもその後だから北斗たちがぶった切っちゃいましょうよって言ってんのがいいなって思って、今ならやれますよ、今なら殺せますよみたいな言ってるのがね、またね、うん、なんかいいほっこりシーンだなと思いましたけど、このね2人の恋の行方シーズンファイナルで描かれるんですかね、どうなんでしょうね、気になりますがね、うんうん、でもなんかそのシーズン2の収録の前に、うん、シーズン1よりもやっぱその恋愛感ちょっと強くしていきたいみたいなことを言われてたんですよ。そうなんだ。そうだから、もしかしたら進展あるかもしれないし、ないかもしれないし、わかんないけれど、楽しみだな、期待したいところではありますね。そうですね。いや、あと個人的にいいですか、これはやっぱ男目線も強いのかもしれないんですけど、やっぱね、こう、かかとがクッとこう、上がるところだけを見せてっていう、なんか、いいですよね。あ、演出としてね。演出として、なんかこう、ね、あ、わかるよ、わかるよっていう、そのなんか。こう、直接的じゃなく、こう、あ、そう。下、あ、下だっていうね、感じね。そうそうそう。あ、かわいい。キスしたな、ありがとうございます。あーもう可愛い。ここなんかそのチューする時の声を欲しいって言われて、なんかうんっていうのをちょっと一個入れて欲しいって言われたんですけど、うんうん、最初やったらなんかちょっと今の可愛すぎるなみたいな感じで、なんかもう一回やってみようみたいな感じで結構やったんですよ。でも自分でも何も分かんなくなっちゃって正解が。でもたまたまその時一緒に収録していたあの坂本真綾さんが、私は好きよって言ってくれて、大人私今の好きよってやってくれて、泉さん、なんとかそれでじゃあ OK が出て、自分の中で一番悩んだシーンかもしれない。マーヤ OK が出た。マーヤ OK で。実はマーヤ OK も出た、その、ね、リアルマーヤさんの、ね。リアルマーヤさんの。リアルマーヤさんの方、坂本マーヤさんの方ね。わぁ。そんなに面白い逸話があったの。そんなことがありました。見返したくなっちゃうね、そしたらね。そうだね。うんうん。やめてください。坂本マーヤパイセンのね、OK も出た、うんをぜひぜひ皆さんね、改めて聞いてみてください。
ではここでアニメシーズン2配信情報。アニメウルトラマンシーズン2はネットフリックスにて全世界190カ国以上の国で、好評配信中です。アメリカ、カナダ、イギリス、アフリカ、中東、南米、東南アジアなど全世界で高い評価をいただいているとのこと。まだご覧になられていない方はぜひご視聴ください。さてさて、シーズン2の配信に合わせてアニメシーズン1も BS 日テレにて毎週月曜24時30分より好評放送中。本日5月23日はしましま野郎のアダドが新次郎たちを翻弄する第8話が放送です。ぜひチェックしてみてください。以上、普通のお便りをご紹介してアニメウルトラマンについておしゃべりしました。アニメの感想、パーソナリティ、ゲストの方宛てのメッセージなど投稿よろしくお願いします。アニメウルトラマンウルトラジオ。ウルトラジオインフォメーション。ここで番組からのお知らせです。まず原作コミック情報。原作となる漫画ウルトラマンはコミプレヒーローズにて毎月25日に最新話更新中。現在最新18巻が好評発売中。期間と合わせてぜひチェックしてください。続いて商品情報。アニメウルトラマンはフィギュアや立体物の商品化も熱い。スリーゼロ社からはフル稼働フィギュアとしてフィグゼロ太郎スーツが予約受付中。全身に52箇所以上の稼働ポイントを有するなど、とにかく凄まじく動きます。劇中さながらアクションのポーズも難なく再現可能ですので、ぜひチェックしてみてください。などなど、インフォメーションの詳細はアニメウルトラマン公式サイトにてご確認ください。以上、ウルトラジオインフォメーションでした。引き続きウルトラジオお楽しみください。ウルトラマンウルトラジオ。さて、番組後半はこちらのコーナーです。ウルトラマン大喜利ウルトラ王。こちらはウルトラマンを題材にしたいわゆる大喜利企画コーナー、ウルトラ王です。毎回ウルトラマンたちにちなんだお題を出しますので、アニメウルトラマンやウルトラマン特撮のね、ウルトラマンのネタを中心に送っていただいております。ということで、今回のお題はこれでラストとなりますよ。ヤジウマが撮ったウルトラマンの動画がバズった、その内容はです。楽しい回答をお聞きください。じゃあ早速いってみよう。ウルトラネームサオリ、ヤジウマが撮ったウルトラマンの動画がバズった、その内容は、ベランダに干していた洗濯物を誤って体に引っ掛けてしまい、それに気づかずに空を飛んでいたからちょっとノリが昭和な感じね。あ、いいね、こういうのいいよ。じゃあプヒュンガサガサバズりそうだな。じゃあ続いていきますよ。ウルトラネームピッターさんからの、ヤジウマが撮ったウルトラマンの動画がバズった、その内容は、背中が痒くてたまらないが、スーツの上から描いても全然効かなくてもだえるウルトラマン確かに確かに、スーツの上からじゃ分かんないな、描けないなあの特にね、今回のね、アニメウルトラマンのウルトラマンはね、もうガッチガチの硬いやつだからね。そうそうそう、なんか背骨かなって思ってみても、それスーツやでっていう感じのね、うん、触ってる感なさそうだもんね。触ってる感、感触とかね、なさそうだもんな。確かに。じゃあ続いていってみましょうか。すみれちゃんお願いします。はい、ウルトラネームロブスターさんからの、ヤジウマが撮ったウルトラマンの動画がバズった、その内容は、肘を打っていったーっとさすっていたら、誤ってスペシウム光線を発射してしまったポージング的に大惨事だな。こうなる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 、ね、なっちゃう。ポーズでね、発射するっていうね、そう構造だったらなっちゃいますね。その思いもよらず発射できるものなんですか、あれって。ね、なんかもういいんだ、あの形になったら撃っちゃうんだ。なんで危ない。この場合だとそうですね。この大喜利の場合だとそうなっちゃいます。危なかしいな。バズってる場合じゃねえよな。続きましていきましょう。ウルトラネームスペースマミーさんからいただきました、ヤジウマが撮ったウルトラマンの動画がバズった、その内容は、テイクアウトしたコーヒーが熱くて驚いた分だけスペシウム光線がこぼれちゃった。こぼれるっていうレベルじゃないんですよ。そんな簡単に出るの驚いた分だけ、分だけやばい。加速体どうなってんだよ科学の力有してたらこれ危ないっすな危ないっすな大惨事になっちゃう。あとピチャンバ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 ンみたいな破壊されちゃいますけども。じゃあ続きましていきますよ。ウルトラネームかなさんからの、ヤジウマが撮ったウルトラマンの動画がバズった、その内容は、
ずっと左肩に鳥が乗っていて気にしながら戦うウルトラマン。平和ですね。優しい、優しいね、うん、優しい世界だ、うん、それを守りながら戦うっていうね、うんうんうん、鳥根性あんな。確かに。でもウルトラマンの優しさが伝わって止まっちゃったんだろうな、うん、ついつい。素敵ですね、うんうん、素敵だね。では続いて、ウルトラネームさのかさんからの野獣馬が撮ったウルトラマンの動画がバズったその内容は、ウルトラマンの方で小鳥が巣を作り始めた。鳥ネタ。鳥続いた。なるほど、さっきいた鳥が巣をまた作っちゃったって。まさかのかなさんとさのかさんのメールがつながるっていう、連携素敵な物語で できちゃった。ねえ、こんだけ居心地いいんだよ。ツルツルしそうなのね。そう、滑っちゃいそうだけどね、うん、巣作りたくなっちゃったんだね。困りますね。ウルトラネームカールさんからの野獣馬が撮ったウルトラマンの動画がバズったその内容は、シンジローマンが佐山れなちゃんの看板に抱きついていた。そりゃ困るわ。怖い怖い怖い。取られてんじゃねえよんなとこ、バカ野郎。まあ誰だかね、中身は分かんないから、ウルトラマンだってことしか分かんない。ウルトラマンだってことが分かっただけで恥ずかしいわ。確かに恥ずかしい。じゃあ続きまして最後の大喜利になります。ウルトラネーム、はい、アーマードタッコングさんからの野獣馬が撮ったウルトラマンの動画がバズったその内容は、子供が風船を手放してしまい空まで飛んでいってしまったが、空を飛んで取りに行ってくれるウルトラマン。バズれ。優しさよバズれ。優しさよバズれ。いやもうなんかあったかい感じでね、うん、この大喜利のこの最後のテーマ終わりましたけども、あ、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうね、もうたくさん紹介させてもらいましたからね、うんうん、今回でこのお題に対する回答は受付終了でございます。続いて第6回目以降で特集する新しいお題ですね、こちら、アミューズメントパークウルトランドオープン、どんなアトラクションがある。例えばアトラクションがあるんですかね。ね、あれじゃないですか、エースの背中に乗ってブローンっつって飛べるとか。あ、飛びたい。うん、ね、面白そう。いいね、いいね。実際にスーツ着せてもらえるアトラクションとかあったらいいな。あ、レナちゃんと一緒に歌えるとか。お、それもウルトランドの一イベントとしてどうですかっていう提案もありました。それすごすぎ。アイドルと一緒に歌えんの。ね、なんかダンス講座みたいな。ダンス講座とかね。ダンス講座。みんななんか今回エンディングで踊ってましたしね。踊ってた、シーズン2ね。うんうん、確かにな。ぜひぜひ皆さんね、考えてみてください、うんうん。アミューズメントパークウルトランドオープン、どんなアトラクションがあるです。お待ちしております。以上、ネタ投稿コーナー、ウルトラマン大喜利、ウルトラ王をお届けしました。コーナーにも引き続き投稿お願いいたします。アニメウルトラマン、ウルトラジオ。さて、ウルトラジオ第5回、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。アニメの感想、出演者へのメッセージ、大喜利の回答など投稿をお願いします。詳しくは番組ページの投稿フォームを参照してください。はい、アニメウルトラマンウルトラジオはインターネットラジオステーション音声、さらに YouTube ウルチャンにて各週月曜配信。次回第6回は6月6日月曜配信です。忘れないようにカレンダーにメモしておいてくださいね。ゲストは決まり次第 Twitter でお知らせしますので、アニメウルトラマン公式アカウント、もしくはインターネットラジオステーション音声のアカウントをフォローして通知をオンにしてください。よろしくお願いします。さらにこのウルトラジオにはおまけパート、裏ウルトラジオもあります。時間の関係で本編ではご紹介できなかったメール紹介します。よろしければ音声プレミアムサポーターに登録して聞いてください。特にアキナさん、メールを採用しているのでぜひ聞いてくださいね。はい、さてさて、ウルトラジオ第5回目は佐山れな役、諸星すみれさんとお届けしてきましたが、諸星さん、すみれちゃん、いかがでしたか。いや、あっという間でした。楽しかったです。なんかもうラジオ自体めっちゃ久しぶりだったんで、あ、そうなのか、緊張していたんですから、うん、安心できるお二人でよかったです、本当に。
こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。めでたくウルトラ声優にもなれたので。確かに、はい、名乗って名乗って。名乗ってほら、嬉しいです。ありがとうございました。ということで、裏ウルトラジオにも引き続きお付き合いいただきます。本当にすみれちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、ウルトラジオ第5回はここまでです。お相手は早田慎二郎役、木村良平と、北斗星司役、ハン・メグミと、佐山玲奈役、諸星すみれでした。次回の配信をお楽しみに。じゃあまたね。アニメウルトラマンウルトラジオ、この番組はウルトラマン制作委員会の提供でお送りいたしました。ウルトラマン盾ウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。